こんにちは、カウパパです。今日はですね、あいにくの天気なんですが、ここはですね、中禅寺湖です。日光ですね。今日のね、日光はですね、一日中曇り、こんな感じの天気だそうです。今向かってるのはですね、この先、千条ヶ原で、トレッキングしようということで、カウママさんとですね、今車に乗ってます。ちょっとね、向こうの天気よくわかんないんですけど、とりあえず行ってみてですね、このまま雨降んないようであれば、サクッと歩いてきちゃおうと思います。今ですね、赤沼の駐車場を出てですね、千条ヶ原経由小田代ヶ原、中禅寺湖の北側、西側っていうんかな、そっちを一周するコースを、今から行きたいと思います。綺麗だね。すっげえ冷てえ、半端じゃねえ。じゃあこっちですね。こちらがですね、千条ヶ原の遊歩道になります。ここですね。でここをですね、青木橋を通って、ここに千門池って書いてあるのは泉宿池って呼びますけど、こちらまでだいたい、そうだな、1時間もかかんない、30分ぐらいのコースです。行ってみたいと思います。こちらをですね、流れてる川があります。これがね、湯川って言います。非常に今日流れはですね、穏やかですね。これがですね、雪解けの季節とかになるとゴー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 流れるんですが、この湯川、上流をたどるとですね、湯の湖から流れ落ちるですね、湯滝まで行きます。この川はですね、ちょっと名前を変えて最終的には中禅寺湖まで、注ぐ川です。僕は子供の頃ね、ここでうちの親父によると、弟と一緒に泳いだという話なんですが、今はね、そういう風な中に入るようなことは、許されてませんので、控えるようにお願いします。南大さん、頂上ちょっとガスってますね。あー、いいね、素晴らしいね。お、いやー、ここはね、見晴らしがいいね、素晴らしいね。言わずと知れた南大さんですね。で向こうがね、大丸子、小丸子、太郎さん、もう奥に女峰さんってなるんですけど、今日は全然見えません。ずっとこっち行くとですね、こっち側の向こうの山、もう全然見えないですけど、白根さんですね。いやー、いいね、すごくいいね。これ千条ヶ原遊歩道をですね、泉宿池方面に、要は西に向かってるわけなんですが、ずっとね、こちら湯川は僕ら進行方向に対して、
必ず左側にあります。でこの先のですね、青木橋、まあ、あと30分ぐらいだと思うんですが、青木橋を越えるとですね、まあ、橋を越えたということで、湯川が今度進行方向の右側になるわけですね。非常に今日は音もなくですね、粛々と、まあ、粛々とこう証言するのかどうか分かんないですけど、やっぱ水がちょっと少ないですね。向こうはすぐカラマツの林がガーッとあってさ、まあ向こうもそうだけど、相変わらず生えてんだね、これ。相変わらず生えてんだよ。さあ、今のね、木道から生えてる木があるということは、もうあの辺ですね、青木橋がそろそろということですね。あ、青木橋。9時半に青木橋通過です。ここからですね、泉宿池に向かってきます。ここはちょっとした丘になってるんで、この先また下りになります。小田代分岐、こっち行くと小田代、よし、じゃあ行きましょう。はい、今ですね、9時53分、小田代の分岐ですね、小田代の分岐を過ぎてちょっと登ったとこです。ここから小田代ヶ原まではまあ30分もかかんないんで、ゆっくり撮影なんかしながらですね、歩いていきたいと思います。お互いに撮ってんの？そう。どうぞ。あ、ありがとう。なんかいるんだね。あ、いたいた。見えた？うん。あそこにいる。お、鹿よけの柵。じゃあ、どうもすいません。
すいません、ご苦労様です。お疲れ様です。ここがですね、小田城の、分岐というか最残って書いてありますけど、ここずっとこっち行くとですね、小田城 の抵抗外バスの、発着所経由弓張峠通ってですね、西の湖、千住ヶ浜方面の道ですね、小田城方面ですね、小田城方面というか西の湖方面に向かってきます。この空気のさ、ひんやりしたこの季節が一番好きだな俺。人も少ないし、小田城ヶ原開けてまいりましたね。ちょうどこっちの方角、抵抗外バスのですね、発着所というか東屋があるあたりです。草もみじも終わってですね、この後は雪積もるしかないんですが、貴婦人も見えてますね。いやいいね、静かで。ちょうどね、南大山があそこなんですけど、今日は1日5合目から上は雲の上というような感じですね。ほら、もう回転扉なくしちゃってんな、臨時のトイレが。今ね、10時半ですか、小田城の抵抗外のバス停ですね、ここを出発します。ずっとですね、千住ヶ原の遊歩道を歩いてきて、今度はですね、小田城ヶ原の中を歩いていきたいと思います。これがですね、抵抗外バスですね。僕らが出発した赤沼からですね、出発してですね、終点千住ヶ浜に着きます。どっから乗っても降りてもですね、300円と、いうようなバスでございます。こんにちは、こんにちは。千住ヶ原展望台、すぐそこですけど、そこでちょっと一服したいと思います。よし、よし、よし。ここで一服しようか。よいしょ。まあまあだね。まあまあ。まあまあかい。
ただきます。いただきます。うん、どうですか。あったまるね。うめえ、うめえな。これはいいよ。コーヒーうめえ。ちょうどですね、11時ですね。お昼前の軽いお昼って感じで、非常に美味しいです。ちょうどね、もう2時間ぐらい歩きっぱなしだったんですよね。出発赤沼がですね、だいたい8時50分ぐらい出発かな。いい感じでこう歩いてきました。